内容が、この建物の建物なんですが、7階になりますので、ね、会社の方に移動していただく形になります。大臣の会社で16時から開くんですけど、30分ほど時間が入っておりますので、この問題とお話しします。第7階の方に移動していただく、どうしてか、その会場のことをお待ちください。大変申し訳ございませんので、よろしくお願いいたします。また、大臣の方でですね、正直お待ちしていただきながら、これまでなる原発に関わっておられた、様々な方々からご挨拶をいただく形になります。それでは、当社協力代表は、何より、お待ちいただきますので、よろしくお願いいたします。今日は大変ご対応の中、あるいはまたお休み中のところをご連絡する吉野40年の会員に入れていただいて誠にありがとうございます。中には随分遠くからいらっしゃる方もおいでです。深く感謝、今から40年前、1975年の8月末に全国の住民団体51、それから市民原発批判の研究者たちが京都に集まりまして、3日間にわたって、初の全国反原発集会を開きました。その時の集まった人たちの共通の思いはですね、原子力は生存に勝利を与える、こういう認識でした。ですからその言葉が集会の副題になっております。当時ですね、電力会社あるいは国、原子力を推進する人たちはですね、原子力発電は多重安全設計になっているので安全である、あるいはまた原子力による電力は安上がりだ、こういうことを主張しています。しかしそうではない、これを批判し、これらのことに対して集会に集まった人たちは厳しく批判をいたしました。そして最後にですね、その集会3日間の結論的な提起として、もし万一のことがあったらどうやって誰が責任を取るのかということを強く訴えたわけです。その熱気に押されまして、その年1975年の9月に原子力資料情報室が発足いたしました。代表は竹谷光夫さんで、世話人が高木仁三郎さんでした。その後、高木さんが原子力資料情報室の基礎を築きました。あるいはまた、運動とともに調査研究、これを充実させました。その後、高木さん、非常に残念なことに、2000年10月、命日は10月8日ですので、今から数えるとほんの4日前のことになりますけれども、癌で亡くなりました。で、2008年から、原子力資料情報室は3人の共同代表制を取って今日に至っています。資料室の活動はですね、月刊の原子力資料情報室通信および各月刊の英文の情報誌ニュークインフォ東京、これは現在はウェブ上にありますが、これによって、あるいはまた原子力市民年間、公開研究会、お料理のパンフレット、リーフレットなどによってよくご承知だと思います。しかし私たちはこれでよかったかという思いを日々日夜、痛感させられている次第であります。日常活動の中でボランティアの人たちによって大変大きな支えをいただいております。今日この会場にも幾人かいらしていただきました。あるいはまた会場にいらっしゃる非常にたくさんの
今日はおいでになりませんけど、全国のたくさんの人々のご支援、ご協力、ご指導によって原子力資源情報室は支えられてきました。心からお礼申し上げます。同時にこれからもぜひよろしくお願いしたいというふうに思います。高木さんは2000年に亡くなる前に先に行ってしまうものとして、最も心にかかることがある。それはですね、原子力時代の末期症状によって大事故が起きる危険性、同時に放射性物質が垂れ流しになっていくのではないか、こういうことを書き残しました。2011年3月、東京電力福島第一原発でまさしくそのことが起こりました。しかしながらですね、東京電力も国も原子力発電を進めてきた人たちは責任を取ろうとしていません。責任を感じていないのではないかとすら思われます。その意味で日本のこの社会は崩壊状況を呈しているのではないかと私は思うのです。原子力というものは本質的に反人間性のものであるということが非常に明らかになったと思います。私たちは福島原発事故の検証、放射性物質の見定め、原子力政策を変えさせること、再稼働を阻止すること、原発を廃止させることに力を尽くさねばならないというふうに思います。まあ、40年前ですね、京都に集まった日本の民衆の志、思いは、当時60カ所近くあった原発立地の場所を3分の1以下、20カ所に満たない場所にまで減らすことには成功しました。今日どの世論調査を見てもですね、原発反対、原子力はやめるべきだという考えがもはや多数派です。核の廃絶を目指すという高い山、この山の裾野はぐるりと私たちと志を共にする人たちによってもう囲まれていると思います。あるいは何合目かに来ているかもしれません。今日のこの集まりにですね、北海道から花崎康平さんがおいでくださいました。また昨日新潟県の柏崎で集会が、大きな集会があって、そこにおいでになった、参加された武藤瑠衣子さんが今朝新潟県の津南町を立って駆けつけてくださいました。お二人から講演をいただきますが、お二人のお話の中身に耳を傾けて皆さんとご一緒によく考えたいと思います。これからのことをぜひ意見を出し合い、核の原子力の廃絶に向けて頑張りたいというふうに思います。ご挨拶に返させていただきますが、今日はどうぞよろしくお願いいたします。ここでお二方からメッセージをいただいておりますので、こちらで紹介させていただきたいと思います。お一人は、衆議院議員で原発ゼロの会の事務局長をされています田部智子さんです。ちょっと朗読させていただきます。原子力資料情報室発足40年にあたって、高木仁三三郎さん以来受け継がれる長年の地道な脱原発の活動、とりわけ他では得られない情報の収集、データベース化の取り組みに心から敬意と感謝を申し上げます。
すでに原発、福島原発事故以前からその危険性に警鐘が鳴らされていたように、事故は多くの人々から、故郷と生活の場、さらには未来を奪い、未だに汚染水事故化問題も含め、収束には程遠い現実があります。私ども超党派の国会議員からなる原発ゼロの会も、安倍政権の原発回帰の動きの中、初心を忘れずにご一緒に取り組んでいくことをお約束します。ますますの活動と充実を、心より期待いたします。ありがとうございます。もう一方はですね、陸女子大学で、南アジア研究センター、にお勤めのインドの専門家、福永正明さんから、見せていただきます。読ませさせていただきます。設立40周年の集いを祝し、長年におけるご健闘をたたえ、今後の思想の発展をお祈りいたします。現在日本とですね、インドはですね、原子力協力協定の交渉の真っ最中でして、この12月に協定が、締結されると言われています。福永先生はですね、このインドの、協定の反対運動に、熱心に取り組まれていまして、少しでもこの11月にですね、日印の原子力協力協定反対キャンペーンのことにさせていただきますので、ぜひ、皆さんご協力よろしくお願いいたします。では続きましてですね、哲学者の金崎浩平さんに、ご講演いただきます。金崎さんは、私はここで述べるまでのない著名な哲学者ですけれども、アイヌ民族の問題とかですね、マルチ主義、市民運動の研究の一方で伊達火力発電所や、隣原発の反対運動も関わっておられました。それでは金崎さん、よろしくお願いいたします。浩平と申します。この集会に山口幸男さんからお話がありまして、話に来いということで、私でいいのと思いましたけれども、来させていただきました。今の山口さんのお話では1975年の京都の三日間の集会のお話がありましたが、私もそこにいてたなという、そういうことを思い出しました。で、私は北海道ではですね、原発の前に火力発電所で環境汚染を戦う司会者の方がおっしゃいました、伊達火力発電所というのの反対運動がほとんど最初の大きな反開発の住民運動でした。で、その伊達の火力発電所があった場所は、臼杵というその伊達市の海岸でありまして、で、そこの集落は半分以上だと思いますが、アイヌの漁師の人たちで、そのアイヌの漁師の人たちが立ち上がって反対を始めて、それに北海道全体のアイヌの心ある人たちが協力したということがあります。それが私たちを引きつけて支援に入ったというのが問題運動に関わった最初でありまして、それについて泊原発の計画、それから建設に対する反対の運動が、私たちとしては連続的につながりまして、ただ泊の場合は現地が非常にいい主体というか、そういうものに乏しかったものですから、現地で長続きすることができませんでした。で、岩内漁協は借金の方の借金を解消するためにいち早く賛成してしまうということでした。で、その後には今度はプロノベという道北社の稚内に近いところに核廃棄物の研究貯蔵施設を作るという計画が持ち上がって、で、これにも北海道としてはかなり大きな運動がありましたけれども、で、それで結局それを未だにその研究貯蔵は
ことはしないという北海道との約束になって、まあ危ないと思いますけれども、中間的な感じで続いております。まあ大体そういう流れですが、私は高木さんとはかなり以前からお付き合いがありまして、高木さんが都立大学の助教授を辞められたのと前後して、私は都立大学で、ですが大学院が都立大学だったので、でその北大に行って北大でちょうど同じ時期じゃないかと思いますが大学を辞めるというそういうこともあって高木さんとお話が非常に来やすくできるような感じで北海道にも何回も高木さんが来てくださってそして私の家で一緒に話をして食事をしたり、かなり頻繁にお会いすることがあったので、高木さんから受けた影響というのも非常に大きいものがあります。最後にお会いしたのはその高木学校というその学校を作ろうというその相談会が栃木県の八重山ダムの近くの温泉の宿であって、そこに私はちょっと異質だったんですが、大体科学自然関係の研究者の方々がお集まりになった、それに入れていただいて、で高木学校を始めるという相談に立ち会ったそのぐらいが高木さんにお会いした最後じゃないかと思っております。で、まあ自分のことはそれぐらいにして今日の本題に入りたいと思いますが、で私はご紹介しましたように哲学関係の仕事をしてまいりましたので、そういう角度になることをお許しいただきたいと思います。で別名に書きましたけれども、福島の事故のかなりすぐ後ですね、これは偶然で それを選んでいったわけではないんですが、ドイツにこれは研究とかなんとかだと文化社会を知りたいと思って旅をしたときに飛行機の中でですね、フランクフルタ・アルゼマイネ・サイテンっていうドイツではかなり有力な新聞が日常特集でそれを飛行機の中で無料で配られた、すぐ読むことができたんですね。でそれを読んだことが一つの私にとって非常に鮮やかな印象で残っております。で一番主な記事はミュンヘンの美書司教パトリックの洋食にあるラインハルト・マルクス、マルクスという名前なんです。その方 のインタビュー、これはとっても私にとっては面白い。その他に緑の党の人が原発をやめようというふうなアピールを書いておりました、ね、でその新聞日曜のほとんど全部はその反原発の特集で、これはどういうニュアンスで受け取ったらいいのかということがありますが、我々の敵ハトムという大きなタイトルですね、敵なのかという疑問なのかどうなのかちょっと分かりづらいですが、それそういうタイトルで、そしてそのビショップ・マルクスさんはそこに我々は全ての世界に好ましくない影響をもたらす事実を信頼すべきであるという倫理的な問いに直面している。我々はその問いに
のないんですね。というエネルギーは他の商品と同じように取り扱うべきではない。我々はエネルギーの生産と供給という問題を市場マーケットですねに委ねるのではなく、政治的社会的な枠組みに置かなければならない。それは核エネルギーだけのことではなく、我々がどのような生活を望むか、その限度についての問題である。こう言っているのはすごいなと私は思ったんですね。というのは日本の場合もそんなことを疑うような論説を新聞に見たことがありませんでしたから。で、我々の生活スタイルは気候変動と資源節約に合致する都市モデルに変えらなければならない。技術革新をもたらして用いて効率を高め、より少ないエネルギーで必要に満たすようにすることである。ドイツがそれを示せば、まあ、他の国の模範なんだろうということは述べてあります。ちょっと省きます。そんなようなことで、そのカトリックの司教さんがそういう意見であるという。で、この人は後で、そのすぐこの後でドイツのメルケル首相が選んだ人々で、安全なエネルギー供給に関する倫理委員会という委員が、委員会が立ち上がって提言をするんですが、それのメンバーに入って、提言書を作る役割も果たした人でした。で、この人の意見をもう少し紹介しますと、我々がどのような生活を望むか、限度について、この限度という言葉です。ルーツで回すということですが、これは普通、もちろん普通の言葉ですけれども、普通の言葉だけではなくて、倫理とか論理の概念、カテゴリーといっても、そういうものとして大事な言葉なんですね。もともとは、もともとはギリシャ哲学から来ていて、それが、ヘーゲルでは論理学の中で、言語という項目がちゃんと入っているというような言葉です。で、その新聞記者がそれに、限度っていうのは何を意味するのかって聞いたことで、キリスト者らしく、それは、非造物の限度を超えることはできないということから、受け入れ可能な人間像が導かれるということである。我々らが原子力技術の計り知れない危険を、もっと後の世代の責任のない人々から取り除かないならば、限度を失っているというべきである。で、それは理性的な議論でもって、そういうことを説得することが可能であるというふうに言ってるんですね。で、この限度っていう考え方は、ちょっと飛躍しますけど、その私は参事したのは成田空港建設反対の運動にも関わりましたけれども、その後の円卓会議というところで、農民の人たちが文書を出したんです。子孫というのは子供と孫ですね。子孫のために、自由を律すっていうタイプの提言書があるんです。その中で今の社会は無条件無制限に
あの自由を行使していいというふうに言われているけれども、あの実はその将来の子孫のことを考えたら、それのやっぱりその限度を心得なきゃならないという、でそれの海の柳川さんという人のところで言えば、あらはり運命で我慢すべきだという、そういうふうに、これも一つの限度論ですね。ですから、あのドイツだけに言われていることは言えないわけなんです。そしてですね、あのそういうその限度をわきまえて、その子孫のために有害なことをしないということは聖書に書いてあるのか、また新聞記者が質問したんですね。そしたら、あのクリスチャンでなきゃそういう考え方は出てこないのかという、それに対する答えも私は非常に気に入ったんですが、それは万人が持つことができる基本認識である。病気、性不正を判断できるためにキリスト者である必要はない。その判断は理性的で根源的で、すべての人間は後付けることができるはずである。でこれが非常に感心したのはですね、これはキリスト教師だから、あのそういう言動を考えられるんだというじゃないんだと思います。でその時に出てくるのところは、ヨーロッパの近代の哲学思想 の根本の考え方ですね。そのデカルトが、デカルトはボンサンス、良識という言葉を使っているんですが、それはその万人に分かち持たれている、与えられる、分かたれて、みんな持っていると。で、それに基づけば、自分その限度を超えなきゃならないという議論には説得できる、生きてるはずだという考え方なんですね。でこういうこのマルクスさんの考え方は多分と言っていいと思うんですが、倫理委員会にも反映したと思います。でこの後に5月に倫理委員会の報告書が出て、インターネットでダウンロードすることができたものですから、それを読んでみましたら、その考え方はここに そこでここに少し書いておきましたけれども、総論の部分では10年以内に原子力エネルギーの利用から離脱することができるというふうに書かれていて、でなんで日本でその核風の後倫理なんて言うと政府が聞いたことがないんですけれども、ドイツの場合は ドイツ連邦政府は責任倫理的な決断の根拠とそのもたらす結果を全体的に考察するためにこの倫理委員会を設けたというふうに書かれていて、そしてドイツの安全な未来は持続可能性の3つの柱、損なわれない環境、社会的整備、そして健全な経済、そういうものから成り立つというふうに言って、で特にその核エネルギー の利用やその問題について、その核の将来への影響というものを持ちなければならない。でこの問題の決定の仕方は経済を一番最初に優先
にしてはいけない、そうではなくて社会の価値決定にが優先したい、一番でだけである社会の価値決定に基づいて、それに立った上で経済等の問題を考えるべきだというふうに述べられていて、その価値決定ということについて後でまたちょっと出てきますけれども、3ページ目ですが、すでに進行している環境破壊によってエコロジー的責任への啓発が声高に発せられているが、これは原子力の事故に始まったものではないかと言っていて、それは人間と自然の関わり、あるいはむしろ社会と自然との関係の問題だと。その後ですが、どういう価値基準で考えるべきかというときに、ドイツの場合はキリスト教的伝統とヨーロッパ文化の遺産というか、ヨーロッパ文化の気づいたものというものが基準である、はっきり何の基準するかというところをはっきり述べているわけなんです。これを読んだときにですね、じゃあ日本でもしこういうものを作るとしたら、日本におけるそのもしも社会の優先順位の決定の倫理的基礎は何かって言われたら、私たちは何て答えられるだろうか、何て答えなきゃならないだろうかというふうに私は思ったわけなんですね。で、これも一番非常に断定的なというか、私個人の意見ですけれども、日本列島はその北海道のアイヌ人たちから沖縄の人々のを共通して、あるいは本土の場合、後でも石村美智子さんにも何かにも 共通して自然にあるその霊的なとかスピリチュアルな働きがある、まあ石村さん命というわけです。命というものが自然にある、自然の無機物じゃないっていう、そういう考え方ですね。それが基礎文化としてあるのではないかと、これはその民主思想 のことを少し勉強していますと、共通してそういう民主思想家たちには共通してその自然の中に、神様って言ったり命って言ったり、そういうものがあるんだという考え方を持っている。で、それは一つ大事な依拠すべき価値基準ではない。じゃあもう一つは戦後の時、今安倍首相はその岩盤を壊そうというのを言っていました。戦後が築いてきた平和とそれから人権ですね、そういうのも私は戦前1931年までですから、戦争終わってしばらくするまで人権なんてことは聞いたことがなかったんです。学校でも社会にも言われなかった。でそういう、人権という価値がだんだん根付いてきたのは、戦後の時代と言っていいんじゃないかと思います。でそんなところからですね、私は民主主義の3つの道があるということをちょっと見出して書きましたけれども、
これはその原発などみんな地域に立地しているわけです。それぞれの地域、それぞれの地域にあるその文化、そういうものが起こされるという問題を抱えております。これは原発だけではなくて、ダム発電所というものも含めてですけれども、そういう問題を抱えております。で、近代を取ってみますと、私の場合は、田中正造という、ね、小鉱毒事件の、戦った民衆、この人もいたし、思想家、民衆思想家というふうに思っております。特にその晩年ですね、亡くなる、谷中村に、の人たちと運命を共にするようになって以後、その一段の私は自分が治水を利用のなりって言い出して、渡良瀬川 の、 問題と取り組み出す、その時に書かれた、時代に書かれた日記、書簡というのが非常に思想が深まってきたものだというふうに考えております。でそしてその田中正造を読むうちに、その田中正造は明治の人です。現代でのそういうその民主思想と言えるような考え方はどういう人たちが担っているのかというふうに考えましたら、そこに名前を挙げました沖縄のこれパサト店、パサト精神、パサト精神、これが本名の読み方です。この方を知っている方は少ないと思いますが、沖縄でこれ原発ではなくて石油の備蓄基地を田中角栄の日本改造計画の時だったか、石油備蓄基地を沖縄の海上というかその島ですね、品湾という島に作ろう、でこれを 現場で若者と一緒に最後まで反対して戦った人で、私一度会いに行きました。本当にそのアジアの鉄人というふうな感じの中学の先生だったり、その方はその気が残っていて、生存権ということをその自分の考えの柱に押されております。生存権というのはただ個人として生きる権利であるというんじゃなくて、生存の基盤を守って、生存の基盤に足をつけて、そこで個人というわけではなくて、類としての人間の生存を犯さないということのを生存権というところで取って語られて、非常に力強い思想の持ち主でした。それから、後でもう少し石村さんの思想もお話ししたいと思いますが、で私の場合はそれらの方々の考え方の3本の柱で一応まとめようと思って、一つはそのピープルという言葉は必ずしもその馴染みやすい言葉ではなくて、従来日本語では人民、それから平民、民衆などという言葉で使われてきたと同じ内容ですね。ただそれぞれの言葉にいろんなニュアンスがまとわりついていて、少しその思想の言葉にするにどうしたらいいかと迷った上で、横文字ですね、ピープルという言葉を選んだんですが、一番はっきり自分が何であるかということを言ったのは田中正造で、
農民百姓、土民のここで借りる十分だったというのが、もともとそういうものだった。で、そういう、自分の主体性を揺るがすことはないというふうに、はっきり言われている人です。そういう立場からものを考えていったんで、自分は無学であると、ちゃんと、もちろん近代的な学校行ってないわけですが、ただ寺子屋しか行ってないということもあって、自分は無学であると。だけども、農民もみんな無学であると。よく騙されるだけれども、農民の経験に基づく判断は、50年、100年先まで、つながるような、そういう判断だから、農民に対して、自分の経験に基づいて動かされてはダメですよっていうことを言葉として残している人です。そして西村美智子さんも水俣で、水俣の小学校終わって水俣実業学校というのを4年いただくの学校でいいですが、世界的に池澤夏樹さん、北部の選手副代表とだけが入っているというか、文学の世界で大きな業績を挙げられましたけれども、その石村さんの方法論みたいなのもこれだなと思ったんで、そこに書きましたが、目線、自分を低くしてこの世で一番低いところに自分を置いて、目線を低くして手間かを見直してみる、そういうことをやることにしているという、そういう方法だと思いますね。でこれ、こういう方法で物事を見る。だってですから、これ自然だけではなくて、人に関してもそうで、一番低いあり方をしている人たち、漁師、百姓の人たちと同じ目線で世の中を見るということに、これは本当に西村さんは徹底されたと私は思っております。で、第二の話は生存と、先に言ってしまいましたけれども、で最後のところに、個人の生存でなくて類としての永遠の絶対的な生存ということを自分としては意味しているんだという、自分は住民として永遠の存在にかけて生きるというふうに言っているからです。で、沖縄でもですね、一部の人から評価するか、必ずしも多くの男性が発生しているのがすごいというふうに、分かっては取られないかもしれないと思います。非常に、なんていうか、それで根本を仕事として語った大事な人がいるのに必要なんですよ。時代差の柱として、そこに挙げたのは、スピリチュアリティ、冷静ですね。これも横文字で言ってしまいますが、冷静と言ってしまいますが、石村さんは命です。あらゆる自然の中に命で私たちがつながって、そういうことでいいと思う、命でいいと思う。少し宗教的なニュアンスで言うと、神様、一部さんも神様とも言うんですね。そういうものが自然と人間と共通に、そういう一つの中につながっているという考え方です。で、必ずしもですね、石村さんも言うんですけど、それは
規制の教団宗教ですね、ちゃんとした教義があって、聖典、なり、非聖書なり、そういうものがあって、それをきちんと勉強して、解釈して、それに従っていけるという、そういう宗教より以前の、もっと自然宗教っていうんですか、そういうものが大事だという考え方で、そういうことならば、日本のいろんなところに生きてるなというふうに私は思います。で、田中教授の場合は、現地の悠久の無限性、その運行の向上性、万物を育成する働き、寺院を増幅した景観美、国的に同系する力、そういうものをその神と呼んでるんですね。田中正造はかなりキリスト教の影響を強く受けた人ですが、よく調べていくと、キリスト教的な人格心を信仰して、そしてそういう神に自分の罪を悔いて知ってもらうという、そういう考え方はありません。そうではなくて、自然の中に働いている霊的な力というものによって支えられているというふうな、そういう考え方ですね。で、もう一人、私は北海道に住んでおりますので、北海道のアイヌの人たちの中にも共通する考え方があります。で、アイヌの場合は、これは日本から来たのかどうかはっきり分かりませんが、カムイですね。カムイが自然の中にいて、これも必ずしも人格心ではなく、人の形を取ることもあるけれども、そうでない場合も多くありますので、そういうものに対する、信仰っていうんですか、信仰というのがそれに支えられているというふうな感覚というのは、そういうものに基づいていろいろ考えているわけなんですね。で、そんな日本、これ日本列島なんかでどういう価値に基づいて私たちが考え、そして、基準にしていろいろ判断をするかという時の割とこう複雑、あまり複雑ではない思想の柱というものを私たちが持つことによって、そして物事の判断を進めることが望ましいんじゃないかという意味で、私はその練習思想という、これも言葉としては必ずしもいいかな、どうかなというふうに思うところです。その練習思想というと、お前は何だ、練習の一人なのか、そうなのか、そうじゃない、上から見下ろして見てるのかというふうに問いかけに答えなきゃならないと思う。そしたらやっぱりいろいろな具体的な活動の中に関わって、それの一つは そういうことを進めるので、同じ引き裂きにおいて一緒に考えるというときに、だったら民主思想という言葉も言ってもいいかなというふうに感じたりしています。もう一人、詳しくは申しませんが、前田敏彦という九州出身の、これも民主の思想家というのにふさわしい人で、晩年のある程度お年を取ってから、傲慢帝通信っていう個人通信を通して、それを
まあ、両端ならずというようなそこでの対話の形式で、特に必ずしも本人は純粋の農民ではないんですが、農民的な価値観に基づく思想形成をされた大事な人で、そういう人はまだその私の知らない形であちこちもおられるし、そんなに思想家なんて言わなくてもちゃんとした考えで毎日日常を過ごしていらっしゃる方たくさんいらっしゃると思います。で、そういうその中間の普通の人、民衆思想家の人は本を書いてきてる人は少ないんですね。大体その他の人が聞いて聞き書きで残っている、あるいはその弟子が弟子というか、その非常に近くいた人がその伝説を伝えていく。もちろんその石見さんのようにたくさんの仕事を伝えていらっしゃる茶館もいらっしゃいますし、それから もう一つ大事なことがあるんですが、それは女性の思想家という、思想家と言ってもいいんですが、大学なんかで民衆思想の中やると、まあ、出口直美みたいな教祖が出てきますけど、普通の子どもというと一般の生活者の中としてその優れた思想を持っているという人はなかなか表に浮上させにくいということがあります。反原発の関係で私かなり全国いろんなところへ歩いたんですが、そこでの住民運動ですね、これは経験的な機能を知った考え方ですが、男が車に座ってて女性がお客のようになっている、そういうそのグループと、女性がちゃんと座ってお客なんかやらないで順分に自分の意見を言って、そして決定に参加している、大体そういうパターンを2つに分けると2つあるんですが、でその男だけが関わっている人は割に脆いんですね。事業組合なんかでも割合にその付属をもらってやりたっていうのがある場合が多いんです。女性がその自由に意見を言って決定に参加しているところは、一旦その建設で負けてもやめないっていう非常に粘り強い運動があるんじゃないか、まあ、見た限り私そう思いますが、ある私の出た会合で男の人が司会をしてて、まあ、そんな多いんですよね、みんなで話してて、最後にじゃあまとめましょうっていうその男の人だったんですね。その男がまとめましょうっていうのが大体その、出てくる、まあ、決議とかですね、そういう形で書き残せる文章の形の言葉でまとめる、表現するということを意味するというのは、そこにいた女性の人たちにすぐ感触が分かっている。私たち女性には女性のその話の進め方と組み方があります。それを無視しないでください。結果の進め方です。非常に感心したんですが、それはどういう進め方かというと、ある人が話すとそれに自分の経験から考えられることを次の人が話すんですね。なんかこう重ねてパッチワークみたいにだん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 話を進めていく。そうするとですね、みんなが語りを終わると、いいわね、それでこれでいいですねっていうと、みんな納得して、だんだん結論はその文字で書き上げなくても、じゃあ一緒にやりましょうというふうな雰囲気になっている。そういうその
決まり方という機能ですね。みんなが話して、みんなが意見を言って、そしてみんなが違ったことがあったりもするけれども、あるまとめに到達するというやり方なんですね。これだけど、女性だけではなくて、宮本常一っていう人が全国を歩いて地域を調べた民族学者なんです。その人が対馬かどっか行った時に、その村でですね、古文書が読みたい、古文書を貸してくださいって村の古老に頼んだんですね。でそしたらみんなと相談するからって言って相談が始まったそうですが、一日中なんかその宮本さんから見ると雑談してるという感じなんです。で、今日はまた明日って、ね、2日目にまた一日おしゃべりをして、最後のじゃあいいですね、貸してあげてもいいですねっていう結論 になって、みんなそれに運じて、ね、賛成したという話が出てきますが、なんかそういうその決定の仕方っていうのに意味があるというふうに続く感じがありました。ですからそういうその民衆の間のその普通の私の知ってるであやみの漁師の人たちなんかも同じように結論が出たんだか出ないのか分からないんだけど、最後はお酒にして、それで一応みんなでビアッということになるとかですね、そういうその地域によっていろんな大事な文化、大事なものの考え方というのがあるので、特にこれからの原発運動などでは、そういう地域の文化を保存するような考え方ということについて、今回の動画進めているといいかなというふうに思います。まあ、そこの組織も考えるようになっています。はい、はい、どうもありがとうございました。皆さんこんにちは。福島から参りました武藤瑠衣子と申します。原子力資料情報室40周年ということで、このような会にお招きいただきました。本当に光栄に思っています。原発事故が起きてですね、福島原発事故が起きて、私たちは最初に本当に情報が何もなかったんですね。でその次に、溢れるようないろんなネットによる情報などがいっぱいこう出てきました。そういう中で一体何を信じて、何をよりどころに私たちは生きて、その情報を
理解していったらいいんだろうかということをとても考えました。でそういう時にやっぱり一つ資料情報室はどういうふうに考えているのかなということが私たちの一つの拠り所になってきたというふうに感じています。そして今回福島原発事故が起きた後に本当に市民の側に立って、その被害者の側に立ってですね、そして被害者の目線から物事を考えていこうとしていた人たち、例えば測定をしてする人たち、そして子どもたちの雇用をする人たち、そして責任を追及していこうという人たち、そういう人たちはやはり市民だったと思うんですね。本当に市民がそういうことに取り組んできたと思っています。でその、市民がそのような力を持てたということは市民科学者、そして市民科学というものにこだわり続けたこの原子力資料情報室のこの影響がやっぱり私たちの中にあったのではないかなということを感じています。で今日は福島原発事故は終わらないということでしばらくお話しさせていただきたいと思うんですけれども、原子炉のこととか被害のこととか放射能のことは本当に皆さん私よりずっとご存知で、釈迦に説法のような話になってはいけないと思いまして、今日はこの原発事故、福島の原発事故というものを本当に市民目線から見ると一体どんな風に見えてくるのかということをお話ししていきたいと思っています。で写真を何枚か用意してきたのでこれを見ながら聞いていただきたいと思います。これは福島第一原発ですね。でこれは、原発から、約15キロぐらい離れたところの山の上から撮った写真なんですね。でしばらくここは誰も人が入れないところでしたけれども、どんどん帰還政策とともに人が入れるところが多くなりまして、そしてある時連れ合いと一緒に山道を運転していたらこのように原発が全部一望できるところに出たんですね。その時の写真です。で次お願いいたします。でこの原発のサイトの中では今7000人の作業員の方々が1日7000人の方が働いておられると聞いています。過酷な被爆労働なんですけれども、多重の下請け構造によってたくさんの賃金搾取とか、それから過酷なあれですね、環境の中で働いていらっしゃいます。死亡事故なども多発しているんですね。でこの作業員の人たちのことを私たち脱原発福島ネットワークというのをチェルノブイリの原発事故の後に作っているんですけれども、そのネットワークで、約20年ぐらい東電交渉というものをやってきたんですね。で、事故が起きて2年半ぐらいは休んだんですけれども、その後また再開をしました。そして事故のこととか、それから、原子炉のこととか汚染水のこととか、その労働者の方のこととか、いろんなことを東電の人たちと話してきたんですけれども、この前作業員の話にちょうどなりました。そして、この方たちが非常にその賃金搾取もひどいし、そして大変な条件の中で働いていらっしゃるということを東電はどのように思ってらっしゃるんですかということを聞きましたら、自分たちは元請けと契約をしている、しかし下請けの人たちと契約しているわけではないので、そういった問題は労基署に言ってくれということを言われたんですね。東京電力、本当は自分たちが起こした事故の後始末をしてくれているそういう作業員の人たちに対して、本当そんなような考えでいらっしゃるのかと思ってちょっと愕然としました。もっとこれからの収束作業についてきちんとその労働力というものを考えなくていいんですかということを言ってきたんですけれども、そんな状況でした。で次お願いいたします。でこの中では汚染水の問題も非常に深刻な問題となっていますね。で、この前、今までですね、安倍首相が汚染水がコントロールされている、港湾内でブロックされているということを言いましたけれども、本当にそれは真っ赤な嘘で、ずっと港湾の中に汚染水が毎日300トンぐらい流れていたという事実があったわけですよね。でそれをようやく矢板でこう止めていたところも完全に止めることができなかったけれども、それを
サブドレンとそれから地下水ドレンという水を汲み上げて浄化して、しかし完全に放射性物質を取り切らないで流してしまうという、その方法をとってその焼いたを防ぐということができたということなんですね。で、東京電力の人に、じゃあ港湾内にはもう汚染水は漏れていないのですかと聞いたら、いえ、ゼロではありませんというふうにおっしゃっていましたね。だから本当に汚染水の問題というのは深刻な問題であると思います。そしてこの前、8月にですね、3号機のプールの中に落ちた220トンの鉄骨を持ち上げるとき、そのときに他の作業は全部やめたそうですけれども、原発から 1.5 キロ離れた国道6号線を通行止めにはしなかったわけですね。それから120メートルある排気筒の周りをこう支えている鉄骨がもうこうひびが割れて離れている状況だけれども、それをどういう対策を考えているのですかと東電に聞いたら、双眼鏡で監視していますというふうに言ったわけですね。だからそれしか本当に方法がない、線量が高くて近づけないというのが現状なんだと思うんですけれども、そういう答えでした。そして汚染水、次の写真をお願いします。これは軽排水路の問題ですね。雨水が建物の屋根などにたまった放射性物質が雨水で排水路に流れて、それが外遊に流れていたというその事件だったんですけれども、まあ、これに関して、これが発覚したときにですね、次の写真をお願いします。政府と東電の呆れた釈明というのをちょっと集めてみたんですね。でこの時東京電力は福島県の皆様、漁業関係者をはじめとする社会の皆様のこと第一に考える気持ちが不足しておりましたと言いました。そして経産大臣は少し迂闊だったと言いました。田中規制委員長は、規制委員に責任問題は全くない、排水路はコントロールできないと言いました。そして規制庁は対策を認可はするが支持する立場ではないと言いました。そして菅官房長官は、なぜか完全にブロックされている状況がコントロールされているということを言ったわけですよね。これを読むと、もう自分たちのこのことが悪くって、このことに責任があったために汚染水が漏れましたというふうに思っている人は誰もいないんだということがとてもよく分かりました。はい、次お願いいたします。今その汚染水の問題というのは、いろいろな対策がなされているんですけれども、大雨が降った時にどんどん堰から水があふれて、今も汚染水が流れ出しているという状況があるんですね。それで、かさ上げをして、その堰を上げたということですけれども、9月18日までに8回の汚染水流出というものが今起きています。で、大雨が降ると私たちは、ああまたこれ水落ちて流すのかしらねみたいなね、そんな皮肉なことを、まあ、言わざるを得ないという状況になっています。で、次お願いいたします。で、一つの汚染水対策として、今凍土壁というのが考えられているわけなんですけれども、この凍土壁は、319億円、これは国費で出されているわけですね。で、2011年に一度その汚染水対策として、スラリー壁という粘土の壁で4つの原子炉を囲んでしまうということをやろうと したわけですね。東電も国もそれをやろうとしたけれども、1000億円その費用がかかる。そしてそうなると、核の思想家に近いけれども債務超過に近づいて、そして株価が下がり経営が不振になるという、そういう理由で先送りをしたわけですね。そのために汚染水問題はすごく深刻化したのではないかと思っています。そして今この凍土壁は、これは東電がお金を出さないわけですよね。国のお金でやるわけです。だから東電はお金を出さなくていいために、このいいようにこの凍土壁というものを採用しているんじゃないかとすら思うわけなんですね。で、これがもちろん成功して汚染水が止まるということが望ましいと思いますけれども、まだこれは凍っているところと凍っていないところがあるというのが東電のこの前の答えだったんですけれども、本当にどうなるのかわからないですね。で、もちろんこれ皆さんご存知だと思いますが、鹿島というところが完全にここ受注しているわけですね。はい、では次お願いいたします。で、
原発の中でも本当に深刻な問題が繰り広げられているわけなんですけれども、これは外の状況です。これは、原発から60キロ離れた郡山市の公園の様子です。でこれ平成25年ですね、2年前なんですけれども、こういう看板が立ちました。除染前 2.70 マイクロシーベルト毎時、現在 0.30 マイクロシーベルト毎時。これ除染の直後に多分測ったんだと思うんですね。でその後にですね、去年ですね、これ測定器をそばで持って行って測ったら 1.09 マイクロシーベルト毎時になっているわけですね。一度の除染で完全に放射性物質はなくならないわけですね。こうやって葉っぱがこう溜まるところとか、水が溜まるところとか、そういうところにホットスポットとなって放射性物質はあり続けるわけなんですね。で次お願いいたします。で今福島県の中をですね、車で走りますと、もう至る所にこのブルーの袋、そしてまた黒い袋が山積みにされています。でこれはブルーの袋はフレコンバッグというんだそうです。フレ式ブルーコンテナバッグというそうなんですけれども、このフレコンバッグ、青い袋は耐用年数5年と言われていますが、去年撮った写真です。もうこのように破れたり、中から草が生えたりしているものもたくさんあるわけですね。全部ではないですけれども。で次お願いいたします。さっきのはカリカリ置き場に置かれたフレコンバッグでした。でこれは仮置き場ですね、川内村というところの仮置き場になっています。このシートの下には散乱済みになった黒いフレコンバッグがぎっしりと積まれています。そして一応ベントナイトというものが入ったシートが下に敷かれていて、上にもシートがかぶされているわけなんですけれども、線量計を近づけると 0.599 という、だいたい 0.6 マイクロシーベルトぐらいですね。そしてちょっと離れると0.3 マイクロシーベルトぐらいになるんですけれども、やはり線量の高いものを積み上げればそこが危険なエリアになっていくと思います。で次お願いします。先ほど の川内村は山の中です。で人家はあまりなくてですね、本当にこう人里離れたところなんですけれども、高い山の一番上にあるんですね。だから水がそこからこう下に流れていくような場所なんですね。あそこのフレコンバッグの中から放射性物質が流れ出した時にどうなるんだろうというふうに思います。でこれは市街地の中にもこうやって仮置き場があります。福島市です。福島地検前なんですけれども、ここに5段か6段積みぐらいになってますかね。ここは土を入れながらこのように積み上げられています。本当に市街地で周りに家がたくさんあります。手前にあるのは公園なんですね。こういう光景があります。そして次お願いいたします。これはですね、仮置き場というものが設置される場合はいいんですけれども、仮置き場がない、設置できない町の中の場合だと、普通の家庭の庭に穴を掘るんですね。で家庭のその家で出た放射性の廃棄物はその家の庭に埋められます。そしてその上に土をかぶせて、そこで人々は暮らすわけです。で庭がないお家もありますよね。そういった場合はこのコンクリートの筒の中に先ほどの袋を入れて、そして土を上にかぶせて遮蔽しているわけなんですね。でこれはですね、高さが20センチぐらい のコンクリートの輪をずっと積んでいって筒にするんですね。これ除染たすけくんという商品名がついています。これ福島の除染プラザというところに行くと見学ができるようになっています。でこうやってすぐ家のそばにこういうものを置かざるを得ないわけですね。こういうところで人々は暮らしています。で学校の校庭などにもほとんど埋められています。あと公園などにも埋められています。中間貯蔵施設にそのまま持っていくということにはなってはいるんですけれども、その廃棄物の問題というのは非常に困難な問題だと思うんですね。その中間貯蔵施設に決められている大熊町や双葉町の人、そこに住んでいた人たちのこともありますし、ここにこうやってゴミと共存する人々の問題もありますし、それがどちらにとってもいい
いいとか納得がいくようにしていくというのは非常に難しいことだと思っています。で次お願いします。これは飯舘村ですね。飯舘村の田んぼがあったところにもこのように今除染廃棄物がいっぱいになっています。そして中から草が生えています。そしてこの草を除染作業員の人がその草を刈るという仕事をやっているのをこの間テレビで見ました。はい、では次お願いいたします。そして、つい先日の大雨で飯舘村のプレコンパックが439個流出した。沢井さんがねご覧になってこられたって言ってましたけれども流れてしまったんですね。そして半分ぐらいがその中身が袋が破れて中身が川に流れてしまったということです。事故前だったら本当は黄色いドラム缶にきちんと詰めて厳重に管理されるものが今あまりに量が多いためにこうやったずさんな管理のもとにあるわけなんですね。はい、次お願いいたします。これは皆さんご覧になったかと思いますがドローンという話題になった無人飛行機から撮った富岡町というところの仮置き場の様子です。これ写真なので分かんないんですけどずっとこの動画で見るとずっと向こうまでこの積み上がっているんですね。でこの脇を見るとすぐ海岸です。ここおそらく防波堤が津波によって壊れたところだと思うんですけれどもまた大きな津波が来たらこれは全部流されていくのではないかと思います。はい、では次お願いいたします。でこの放射性のゴミの話なんですけれども原発事故が起きる前は一般の焼却場で燃やすことができるのは100ベクレル以下のものだったんですね、放射性廃棄物。しかし原発事故の後に福島県では8000ベクレルまでは普通の焼却場で燃やすことができることになりました。だから今8000ベクレルまでのゴミはですね普通の焼却場でどんどん燃やされているんですね。しかし8000ベクレル以上のゴミがあります。主に農林関係の稲わらとかそれから堆肥とか牧草とかそういうものなんですけれどもそういうものを、燃やすことができないで山積みになっていたのを、燃やして、原用化しようというこの原用化施設というのが今福島県に20数箇所できています。これはですね川内村というところにできた焼却炉なんですね。でこれ全て仮設の焼却炉です。で2年から5年ぐらいで全部解体してしまうんですね。で放射性の高いゴミを燃やした焼却炉はそれ自体が大きな放射性のゴミになるんではないかと思うんですね。でこの川内村の焼却場を探してですね本当に山の中にあってそれ探していったんですね。ようやく見つけて写真を撮ろうとしたら、人がいてこれは1枚正面から撮ったんですけれど裏山にずっと登っていって後ろから撮ろうかなと思って裏山に登っていきました。そしてうちの連れ合いがこうやってカメラを構えた途端にリーンというものすごい警報が鳴ったんですね。でそれは私たちがいたから警報を鳴らされたのかどうかは分からないんですけれども本当にびっくりして逃げて帰ってきたということがあります。で次の写真お願いします。これは富岡町にもできているものだと思うんですけれどこれ600億円ですね。次お願いします。これが浪江町というところにできている。これが500億円です。で仮設の焼却炉にこのような莫大なお金が かけられているわけなんですね。それで受注している会社というのが三菱マテリアル、そして日立造船、それからIHI ですね。そういうところが受注しているわけなんですね。で結局その原発関連企業というものが原発事故前もそれで利権を得て、そして原発事故の後も除染を含めてこういうことで利権を得ている。その利権構造というものは事故前も後も変わらないということなんですね。そういうことを私たちは感じます。で次お願いいたします。これはですね国道6号線ですね。昨年の9月に開通になりました。左のちょっと色のついたところ、あそこが帰還困難区域のところです。ここ6号線が通っていたので閉鎖になっていました。ところが去年の9月にこれ開通したんですね。そして今たくさんの車、本当に1日1万台以上の車が行き交っているようです。
で、本来というかチェルノブイリの場合などはこういう警戒区域に入った時は出てきた時にその放射線を測って、そして汚染されていれば洗浄するということだそうなんですけれども、これは何もそういうことはなくてですね、自由に行き来するんですね。で早速ここを通った友人がいましたけれども、車の中で4から7マイクロシーベルトあるというふうに言っていました。で、ご覧のように下のようにこうバリケードがずっとあってですね、ここに警官がところどころに立って警戒をしているそうです。監視をしているそうです。その人たちも高い線路のところで被爆をしながらここで監視をしているわけですよね。でここを通さなければ別にその人たちが被爆する必要はなかったんじゃないかと思います。次お願いします。6号線と並行して もうちょっと西側を走っているのが、常磐自動車道ですね。これは事故の前までは全部つながっていませんでした。工事が進んでいなかったんですね。で事故後に工事をしてここをつなげて開通しました。これは今年の3月1日に開通したんですけれども、右の写真でお分かりのように 5.5 マイクロシーベルト毎時の部分があるんですね。でこのように天井の高いところをどんどん車が走っていくわけです。そしてこの左側にあるのは湯の岳サービスエリアというところで友達が撮って送ってくれた写真なんですけれど、ポスターなんですね。全線開通、常磐自動車道全線開通、つながる思い、つながる笑顔って言って車から顔を出して子どもたちがニコニコと笑っているんですね。これを見てちょっと戦時中 そのプロパガンダポスターみたいな、そんな感じがしてしまいました。言いますのは福島の県内では今ですね、放射能の安全キャンペーンといいますか、安全プロパガンダというものが非常に盛んに行われているというふうに私は感じています。でこれはですね、2011年から始まった基幹政策と非常に固く結びついているんですね。基幹政策を推進していくために、その放射能が危険であるということは非常にまずいわけなんですね。だからこの放射能の安全神話というものが今流布されているのではないかと思います。で次の写真をお願いいたします。でこの基幹政策というのは、このピンク色の左のピンク色のところがありますね。ここを除いては、全て人をもう返していきましょうという考えなんですね。で今どんどん進められています。でそのことでいろんなことが起きているんですけれども、その避難者たちの、住宅支援ですとかね、そういうものがどんどん切り捨てられて、避難者は切り捨てられているという状況もあります。で、次お願いいたします。でそういう中で私たちこの被害者たちが今手をつないでしっかりと国とかそれから自治体に物を申していかなければならないという思いから、原発事故被害者団体連絡会、通称避難連というものを作って、これは県に交渉した様子なんですね。でこの日は7月の27日で、福島市は38.6度でした。その中をみんなでも汗だくになってデモ行進をした様子なんですね。しかしこのことで県にですね、無償住宅支援の打ち切りを、それをやめてほしいということ、それから、国に対してですね、きちんとその県がもっとその被害者たちに対する支援策というものをきちんとしてほしいということを国に言ってくださいということとかですね、それから、避難区域をどんどんこう縮めていくんですけれども、それもやめてほしいということをいくつかの要求を持って県にお願いに上がりました。しかし、県の回答はですね、国のその災害救助法に基づいたことから言えば、もうその住宅支援の打ち切りというのは仕方がないんだということを言っているわけなんですね。しかしですね、県民が非常にその困っているわけですね。で自主避難の人たちだけでなくて、これからどんどんその解除になって、避難区域が解除になっていく人たち、しかし家に帰るに帰れない人たちもたくさんいるわけですね。楢葉町などの場合はこの間全町解除になりましたけれど、1割の人しかまだ帰っていないわけですね。なかなか帰れない、そういう人たちはみんな自主避難者と同じようになっていくわけなんですね。
でそういう人たちが非常に生活に困窮する、そしてせめて住宅支援がなければ生活にしていけないんだ、そしても福島に帰らざるを得ない状況になってきているんだということを、県がもう少しきちんと汲み取って国に対して毅然と物申してほしいというふうに私たちは思っています。で次お願いいたします。でこれは先ほど その安全プロパガンダの一環なんですけれども、これは私が住んでいる福島県環境創造センター、三春町にできる福島県環境創造センターというところなんですね。でここは福島県と日本原子力研究開発機構 JAEA ですね、それから国立環境研究所、ここが運営の主体になります。それから IAEA もここに職員を置くという、そういう施設なんですね。でここで3つの棟があって、管理棟というのが1つあって、そこが完成しました。それからもう一つは研究棟というところがあって、そこでは除染の研究や廃棄物処理の研究をするというふうに言われています。それからもう一つ交流棟というところがあって、この前の写真のところがそうなんですけれども、これちょっとドームになっていますね。でこれは休憩スクリーンといって、中に入ると全面がスクリーンになっているという、大変子どもが喜ぶような面白い施設なんですね。世界で2つ目だそうです。こういうものをここに設置するわけですね。そしてここには福島県の小学校5年生が全員ここに行くんですね。そして放射能に対する教育を受けるということになっています。でもちろん福島県放射能が今でももうたくさんあるわけですから、その環境の中に放射能の教育というものは必要だと思っています。しかしどんな教育がここでされるのかということがとても問題だと思っているんですね。で JAEA という機関がですね、福島県にたくさん人を派遣して、今までですね放射能の疑問にお答えする会という、そういった事業をやっています。でその事業の中でどんなことが行われているのかなと思ってネットでちょっと調べたんですけれども、その中では放射線は気をつけていく必要があるということを言うんですね。しかし、自然界にも放射能はあります。飛行機に乗っても被爆をします。放射能はこのように科学や医学に寄与しています。このように気をつけて暮らしていくことによって放射能と共存していくという、そういう方向性になっていくわけなんですね。で本当にそれでいいのだろうかということを思います。そういう中で子どもに対してですね、その放射能の本来持っているやっぱり危険性というものをきちんと知らせないで、自然界にもあるとか飛行機に乗っても被爆するとか、そういったその放射能に対するその危機感を手放させるような、そういった教育がなされるということは非常に困ったことだと思っているんですね。で次の写真お願いします。もう一つですね、これは今環境省が出しているナスビの疑問という冊子です。これ3冊組でですね、郵便局とか図書館とかコンビニとか役場とかに無料で配布されていて、誰でも持っていくことができる本なんですね。でここにはナスビという福島県出身のお笑いの方がモデルになった漫画が書かれているんですね。でその漫画の中には本当に重要なこともたくさん書かれています。本当のこともいっぱい書かれていますが、しかし9の真実にもしかしたら1の嘘ということが滑り込まされているんですね。滑り込まれて盛り込まれているというか、で例えばですね、ナスビ君がじゃあ1ミリシーベルトの放射線を受けるとどのぐらいの遺伝子が傷つくんですか、遺伝子が傷つくという話なんですね。で、高村さんなんです。これ高村昇さんなんですね。で実験の結果では一度に1ミリシーベルトを被曝すると各細胞の中にある遺伝子に1個傷がつくと言われています。ちょっとナスビがすかさず1回ですかというふうに言います。1回傷がつくですね。でもそれも治るんですよねとナスビが言います。そうすると数時間で修復されます。
でもそもそも医療被曝を除くと1ミリシーベルトを一度に浴びることは通常ないんですよ、なるほどというふうになっているんですね。確かにこれ間違ってない部分もあるんですけれども、細胞がその修復されない場合もあるわけだし、間違った形で修復されていくということもあるわけなので、こういったことを読むとですね、あ、そうか、人間の体ってすごいんだな、あ、回復するんだなということだけが印象づけられていくんではないかと思うんですね。それからこちらの下の方は、これはあの動画なんです、ナスビの疑問という動画なんですね。でこれは、まあ、仮置き場があって、仮置き場の線量は高いけれども、あのだんだん離れるに従って線量が低くなりますよということなんですね。そしてあのグラフが載っていて、7メートルとかあの5メートルとかってずっと離れていくと 0.5 になります。しかしこのバックグラウンドが 0.5 マイクロシーベルトあるというこのこと自体が問題にされていないというふうに思います。でこういうあの、まあ、確かに離れればあの低くなるとは思うんですけれども、その今福島県内にあるカリカリ置き場などの場合は一応縄などが張ってありますけれども、誰でも中に入っていくことができるし、それから通学路とか道路のすぐあの脇のところにそういったものが置いてあるんですね。そういあのだからそういうことも、まあ、たくさんあるんですね。だからこれだけを読んでいると非常にあのなるほどなと思うこともたくさんあったりするかもしれないんですけれども、非常に巧妙に作られているような気がしてなりません。で、次の写真をお願いします。じゃあこれあの皆さんツイッターなどで Facebook などでご覧になっているかと思うんですけど、10月10日ですね、おとといですね、あの、みんなでやっぺきれいな六国というこういったあのイベントが行われました。これはですね、あの NPO 法人の、まあ、ある NPO 法人が主催をして、国道6号線の清掃ボランティアをあの市民に呼びかけた事業だったんですね。たくさんの市民に呼びかけて、中学生、高校生にも呼びかけました。でもちろんその線量の高いあの奥間とかそういったエリアはやらないとかですね、線量高いとこは中高生に呼びかけませんというふうには言っているのですけれども、果たしてこういうことが今ですね福島の中で行われているのだろうかというふうに思います。で福島県の方に、まあ、とあの仲間たちが抗議に行ったりとか、じゃんじゃん電話をしたりとか、たくさんの抗議があったようなんですけれども、結局10月10日にはですね1400人が参加してこれが行われました。でこれよくよく見るとですね、主催はそのみんなでやっぺきれいな六国実行委員会ってなってるんですけれども、共催はですね、青年会議所とかですね、そういうところが多いですね。それから講演は、まあ、国土交通省とかですね、環境省で、福島県いわき市、相馬市、南相馬市、新地町、浪江町、全部自治体が入っていますね。そしてなんと最後にびっくりしたのは、共産が東京電力、東北電力というふうになっているんですね。共産している場合ではなくて、東京電力が自らが掃除しなければいけないというふうに思うんですけれども、このようなあのこともあるんですね。これでも市民団体なんですね。だからあの先ほど市民団体の本当に力ってあのすごいなと思ったって言いましたけれど、市民団体だから大丈夫だということではなくなってきているんですね。あのうちの連れ合いは雇用 NPO 法人というふうに言いましたけど、表現しましたけれども、非常にこういったですね、その市民団体などにあの密かに潜り込んでいる、いわばそのチェルノブイリで行われたエイトス的な動きというのがいっぱいあるように思っています。それをよくよく見極めないとわからないんですね。で、まあ、いろんなところでですね、こういったあのパンフレットとかリーフレットとかそういうものがたくさん出ているので、まあ、私たちもよくよく見ながらあのこれはどうなんだろうということを吟味していかないと、簡単にこう騙されてしまうようなそういうことがあります。でこれはもう来年は絶対阻止しようと、今からもう私たちあの反対していこうねということを言っているんですけれども、はい、では次お願いいたします。これはあの皆さんこれはご存知だと思うんですけれど、県民健康調査によるあの甲状腺検査ですね。で岡山大学の津田先生が最近この
校長選挙案と、それから今回の原発事故との関連性についての論文を出されましたけれども、本当にこれは多いなというふうに、多発ではないかということを言われていますが、私もそうではないかと感じます。そしてですね、これは甲状腺検査の検査し、甲状腺がんの検査しかしていませんけれども、もっともっとたくさん の項目による健康診断がなされるべきではないかと思います。特にこれに対してはそうあるべきではないかと思いますね。JCO の事故の後に企画をしたという認定の方々は、今でも大人でも 1.1 回の健康診断があるというふうに聞いているんですね。やっぱそのぐらいのこともなぜどうしてできないんだろうかと思うわけなんですね。で、次の写真お願いします。これは原発作業員の人たちの追跡調査で、体内のセシウムが、予想っていうのは ああいうふうにこう下にまっすぐ下がっていくだろうと思われたのが、そうは下がらないんだ、体内からはそんなに簡単に排出できないんだという、その研究結果が出ているわけですね。私は健康被害に関しては、放射線、今回の原発事故と その因果関係というものをもちろん実証できる術もありませんし、そういった問題があるので、なかなかその健康被害のことを口にするということをあまりしないで来たんですけれども、やっぱりここに来てですね、非常になんか差し迫っているような健康被害の広がりに関して、そんな気がしてならないんですね。と言いますのは、今年になってから私の本当に濃く周りで8人の方が亡くなっています。5人はですね、心臓疾患と心筋梗塞を含めた突然死です。そして、2人はがんです。そしてもう1人は悪性リンパ腫なんですね。そう、本当に身近なところでたくさんの方が亡くなり始めているということなんですね。だからチェルノブイリの例も考えますと、これからの健康被害に関して一体どうなっていくんだろうかという、そういう不安があります。やっぱりその本当はですね、きちんとした専門家が、私がその周りでね、こういう人、亡くなった人がいるなんていうことを書き留めておくだけではなくてですね、きちんと どんな病気が事故を起きているか、どんな方がその死亡の原因とかですね、どういった死亡の原因が増えているかとかですね、そういうことをやっぱりきちんと調べるということが必要ではないかなと思っています。次お願いします。これはですね、ここからは福島原発国訴団のお話をちょっとさせていただきたいと思います。これ今年の7月31日ですね、海藤先生後ろにいらしてますけど、この市民の正義っていうのを海藤先生が考えられた言葉で、私と鶴合がこのくるくる巻く垂れ幕を手作りで作ったんですね。で、福島原発事故もですね、事故の時にやっぱりたくさんの被害もありましたけれども、その後ですね、その後の国の対応とかですね、東京電力の対応とか、そういったものにも私たちは本当に心底腹が立ち、そして愕然として驚いてきているわけなんですね。で、被害者はきちんと救済されない、そしてどんどん切り捨てられていくにもかかわらず、仙台原発が再稼働され、そして伊方原発の再稼働が目論まれていると、どうしてこんな状況が起きてくるんだろうということをずっと考えました。やはりその原発事故の責任がですね、きちんと問われていない。山本先生も先ほどおっしゃっていましたけれども、誰も責任を取っていない、それが一つの原因ではないかと思いました。そして2012年に福島原発国訴団というものを作りまして、そして最初に福島県民1424人かな、そしてその後に全国に呼びかけて1万5000人の告訴告発人で、東京電力、そして国そして雇用学者と呼ばれた山下さんたちですね、33人と、あと東京電力という会社を告訴しました。しかし2度にわたって検察はそれを不起訴にしました。で、私たちは検察審査会というところに申し立てをしたんですけれども、二度ともですね、検察審査会は起訴相当を出しました。そしてようやくですね、事故から4年半経って、東京電力幹部3人武藤、勝俣元会長、そして武藤武黒元副社長の3人が
刑事責任を問われるというそういう裁判がようやく開かれることになりました。で次お願いいたします。これは議決のポイントということで、もうこれ海斗先生に説明してもらった方がいいと思うんですけれども、簡単に申し上げますとですね、3つありまして、1つはですね、電力会社というか原発というようなものを扱っている会社はですね、本当に高度な注意義務があるということですね。これは伊方原発の時にも言われたことですけれども、判決の時にも言われたことですけれども、本当に極めて稀とか万が一というそういったことで事故が起きるかもしれないというそういう想定をしてきちんと注意をしなければいけないということですね。次にお願いします。で2つ目がこれはあれですね、予見可能性ということですね。こういった大きな事故が起きることを予見していただろうか、具体的に予見していただろうかということですね。でこれに関してはですね、地震調査推進本部をはじめとしてですね、たくさんの提言や情報があったわけですね。そして東京電力自身も 15.7 メートルの津波が来るかもしれないという試算をしていたわけですね。そういったこと、それから、浸水でその電源喪失を招くことがあるかもしれないと、柏崎 の経験からこれも分かっていたことなんですよね。でこういったその具体的なその予見可能性というものはきちんとあったということです。次にお願いします。それから3つ目は結果回避可能性という、その対策を取れば事故を回避できたかもしれないということなんですね。でこれに関しては様々な情報開示とか、それからジャーナリストや弁護士さんたちがいろいろ調べてくださいまして、そしていろんなことが分かってきたわけですね。で東京電力はもちろんその回避するための対策を立てていたということが分かりました。そして高さ10メートルの防潮堤を、敷地の10メートルの敷地の上に10メートルの防潮堤を建てるということも対策として考えていたわけですね。そうすると海面から20メートルでしたから、今回の津波は防げたではないかと思うんですね。でそういうその結果回避のことも対策をしていた。しかし東京電力は何もしなかったんですね。で女川原発ももちろんその津波の被害はありましたけれども、でも最初からその上岸津波の知識があったために高いところに作っていました。それから東海原発も防潮堤を高くしたわけですね。4日前に完成したそうです、 3.11 の。でそういった対策を行っていたところがあったにもかかわらず、東京電力は何も対策をしなかった。対策をしなかったがためにこのような何十万人もの人々の人生そのものを変えていくようなそういった被害をもたらしたということなんですね。これがやはり犯罪でなくて何なのだろうというのが私たちの思いです。ですからこれから裁判が開かれていくわけなんですけれども、次お願いいたします。これ5人ですね。検察が結局起訴しないので、これから検察官代わりの弁護士たちが5人選ばれまして、そしてこの方たちが検察官の役となって裁判が開かれていきます。皆さん経験豊富な素晴らしい弁護士さんたちだということを伺っていますので、本当に期待したいと思うんですね。ただこれ本当に長くかかる裁判になるのではないかと思います。で私たち福島原発国訴団はこの刑事裁判を支える会、まだ過小なんですけれども、そういったものを作ってですね、この裁判をしっかりと見守っていく、そして支援していくという体制をこれから作ろうと思っています。でその時は皆さんにもどうかご協力をよろしくお願いしたいと思います。で次の写真をお願いいたします。 あとはですね、もう一つその、保安、東電の、東電とかそれから保安員のですね、もっと具体的にこの津波対策を葬った人たちという方たちの名前が出てきて、その人たちを告訴もしているんですね。これ2015年にやってます。しかしこれも1回の起訴になっていて、今東京第一検察審査官に申し立てをしています。で次お願いいたします。これはい、このような方々ですね。この森山さんっていう方ですね、
環境創造センターに関わっています。はい、次お願いします。汚染水も告発して、この間ようやく2年ぶりにですね、送検、地検の方に送検されました。実行にならなくてよかったなと思っています。はい、次お願いいたします。でこれはですね、仙台原発の再稼働なんですけれども、福島の場合、入院していた多くの高齢者が避難中に亡くなったけれども、仙台の場合には高齢者、障害者、病人などの災害弱者については避難計画の目処も立っていない、でも再開しました。そして、福島では事故後国会で当時の東電社長が、あれというのは重要、免震重要とですね、それがなかったらと思うとゾッとすると語った。しかし、それもないまま、ベントフィルターもないままに、でも再稼働しました。そして、最後は稀に見る大津波による対策をするとの数々の警告があった。仙台では噴火のことですね、火山のことを数々みんな警告をしています。でも再稼働しました。今の再稼働というのは実にこういった状況の中で起きているんだということだと思います。はい、では次お願いします。で、はい、次、はい、これが、あ、いいです。これもね、呆れた発言ですね。さっきのその1だったんだけど、これその2です、ですね。これもちょっとご覧ください。はい、次お願いします。これが先ほどちょっとお話した被害者団体、連絡会 の, 発足っていう結成集会の様子なんですね。で、私たちやっぱり被害者みんな違うんです。立場が違うんですね。賠償されるお金も違うし、求めているものも違います。でもその違いを今超えなかったらつながれないと思うんですね。この違いを、お互いに理解することで超えていって、そしてつながることで大きな力になれないだろうかと思っています。非常に難しいことで、被害ではまだ本当に発足したばかりで何の実績もないんですけれども、これから大事にこの団体を育てていきたいというふうに思っていますので、こちらの方もご協力をお願いしたいと思います。で、次お願いします。これは最後なんですけれども、私が住んでいる事故前も住んでいた福島県の三春町ですね。で、これが私がここで小さなカフェを営んでいたわけなんですけれども、3つ目お願いします。この周りにはですね、たくさんの生き物がいました。キツネもタヌキも、それから、虫たちも、そして、ヘビも、いろんな生き物がたくさんいるところなんですね。で、私たち今回の原発事故で若い人や子どもたちや未来世代に対して本当に大きな負の遺産を負わせたと思うんですけれども、それと同時にですね、この人類以外の生き物たちの命を巻き込んだというふうに思っています。そのことが非常に私たち人類にとっての罪であったと思うんですね。で、私たちのやっぱり責任として、そのこういったことを行った責任として、原発をなくす世界、ない原発のない世界というものを私たちが今作っていく、その方向づけをしていく責任があるんではないかと思っています。で、この虫の顔を見ていると、ちょっと人間って何してるのとかっていうふうに言われているような気がするんですね。で、もう一つですね、次の写真、これその次の写真をお願いします。これはですね、うちの犬の写真なんですけれども、ミチコといって19歳の犬で、もう自分で立てないぐらいのヨボヨボの犬なんですけれども、時々この犬はですね、私に言います。自分の頭で考えなさいというふうに言うんですね。で、これこそがですね、高木仁三郎さんがおっしゃっていた市民科学者を作るという意味ではないかと思っています。私たちがやはり自分の頭で考えて、自分にできる行動が何かということを考え続けて、そして行動していく、これが私たち被害に遭ったものの責任でもありますし、そしてこの原発事故というものを遭遇した原発事故に遭遇した時代を生きる者としての責任なのではないかなと思っています。はい、私の話はこれで終わりにしたいと思います。どうも皆さん、ありがとうございました。福島の状況と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 
しゃっていた話で、やっぱり命を大切しない社会とか政治って何なんだろうというのを本当に痛感させられない。ただ原発運動をするというのはやっぱりこう、ね、社会を原発なくだけじゃなくて社会を変えていくというところを本当に増やしていかなければいけないかなということで、やはり改めて考えてくれました。本当にありがとうございます。武藤さんの著書でですね、どんぶりから原発のない世界を求めてそうです、ね、あと原発国土の真実書をまとめた、これでも罪を問えないのですが、などですね、西の書籍コーナーの方で販売させていただきますので、ぜひお買い求めください。それではですね、質疑の方に移らせていただきます。質疑ではですね、ご講演いただきましたお二人に加えてですね、山口の方に前に伝わっておりまして、どうしてご質問の方もご質問やご意見の方も受けたまりますので、ぜひよろしくお願いいたします。その場で、お三方で、ね、その場でお座りいただいて、マイクの方を回していただきますので、よろしくお願いします。では、ご質問のある方は、挙手いただけますでしょうか。藤沢から来ました、駒崎と言います。最初の方で浜崎康平さんのお話という、画面がずっと出てて、世の中変わったかなと思って、チェルノブイリの1950年の後に、藤沢で藤田裕子さん呼んで、集会した時に、昼間なのにカーテン閉めてて灯光と電気をつけたらいきなり見たのが、これが脱原発をやってるグループの集会だよって言ったんですよね。それから半月かもう少したってから高井さんが来て、そんな話があったよと言ったらニコニコしてて、その時しっかり話を聞かな、答えを聞かなかったんで、なんて答えたのかなと思ったんだけど、実はですね、チェルノブイリの後の脱原発の時には、例えば地球を救ういくつかの方法なんていう本が出たりして、子どもたち向けにもそういう本が出たりして、例えばエコバッグを持とうとか、あるいはプラグオフをしようとか、その自分たちの生き方あり方を考えようっていう流れがあったんですが、福島の国にそういうような主張とか、そういうのは在り方、生き方、文化、文明を考え直そうじゃないかということが、どうもあまり見えないような気がするのは僕だけかなと思うんですけどね。もしかして脱原発、原発やめてもソフトエネルギーで代替があるから同じように便利な生活があるんだよっていうような言い方でもって、脱原発の勢力というか意見をたくさん集めようと思うような本があるのかなと思ったり、ちょっと疑心暗鬼ですけども、その辺のことについてね、敵司会の方も原発やめるだけじゃなくて、我々のこれからの、社会とか生き方とかあり方も考えるんだって話もあるし、大体この集まりはそういう集まりと思うので、その辺どうなんだろう、チェルノブイリの後の方が今の脱原発よりももしかしたら我々は我々の生活そのものを考え直すっていう機運が高まってないと思うんですけども、これは思い過ごしかなと思うんだけども、その辺のことについてお二人にお話を。確かに私の場合もチェルノブイリの原発事故の後にですね、本当に大慌てで原発反対運動に入りまして、そしてその運動をやっていく中で、究極的にはやっぱり自分の暮らしを考える、自分の暮らしを変えていくことが必要なんじゃないかという思いに至ったんですね。で、その後さっき作ったお店で自然エネルギーをどうやって使うかとかですね、食べ物をどうやって自給していくかとか、そういうことをずっと考えてきたわけなんですけれども、今回の事故の後にそういった動きがないかっていうと、そうでもないと思うんですね。若い方々などを中心にやはり
エネルギーの使い方をどうやって考えていくか、とか自然エネルギーをどうやって暮らしの中に取り入れていくか、そして資源発電所という考え方もたくさん出てきているような気がするんですね。だから、まあ、今は見えにくいかもしれないけれども、ちょっと言葉が大きいというか、事故 のイメージというかダメージが非常に大きいので、なかなかそういうものが今現れてこないかもしれないけれども、着々とやっぱりそのうちの渓流でそういうことをやり続けている人たちはいるんじゃないかなというふうに感じますけれど、それが もっともっと一般化していけばいいと思います。今 の武藤さんの私の賛成で、そんなに華々しくではないかもしれませんけれども、生き方を変えようとか、その電力について別の選択をしようと、そういう動きは社会の中に脈々とあるというふうに感じております。でもう一つ、私の確認を言いました、その田中正造がですね、文明についての、言葉を残しているんですけど、このままでは文明は滅びる、この人はまた亡国ということを言っているんです。その考え方がですね、以前よりもいろんな人々によっていろんな人々の口から出るようになったんだなというふうに私は感じていまして、停留としてチェルノブイリ以後とそんなにその今が変化しているというふうには思いません。でまたちょっと外国の話になって恐縮なんですけども、そのドイツとオーストリアのフェミニストの学者の人たちが日本に来たときに、彼女たちが言ったのは、私たちは変わったんだと。チェルノブイリでドイツもオーストリアもこれまでのコミュニティが持っているその、なんていうんですか、環境への配慮よりも、むしろ女性の権利を重視したような考え方ではない形での、教育民主の考え方になりましたっていうのを聞いたことがあって、でそういうその価値観について の従来 の感じ方よりはやっぱり今表にどのくらい出てるかはちょっと言えませんけれども、地域などの中では地道な形でそういう方向が目指されているように私も思っております。藤沢から来ました大沼と申します。それから武藤さん、非常に貴重なお話ありがとうございました。それで武藤さんの第三の柱でスピリチュアリティというのをちょっとかなり哲学的といいますか、そういうお話があったんですけれども、それ と、そういうの自然との共感を持って日々のこう生活を考えるというようなちょっとお話があったんですが、ちょっとなかなか分かりにくいところだったんですけれども、私の解釈としては、その日々そういうふうに自然界とそういうふうに共感を持つスピリチュアリティを個人個人が持てばそう日々の生活で、何をすればいいかというのをそういうふうに、インスピレーションを得るといいますか、そういう生活が送れるという理解でよろしいでしょうか。なかなか日々の生活どうすればいいかというのはなかなか具体的なところは判断つかないので、もうちょっと詳しく教えていただけると。私はその今のおっしゃったことの考え方を先住民のアイヌの人たちから学んだところが非常にあるんですけど、アイヌだけではなくて南アメリカなんかで
先住民の人たちの自然観というか、あの、アイヌの人たちなんかも、自然との関係は、対象化して分析化して、それを実化するっていうんじゃなくて、対話の関係に立つという、そういうその考え方で、アイヌの人たちでも、本当に自然に対して言葉をかけるんですね。今の武藤さん、犬との対話から学んだようなところがあると思うんですけども、例えば、例を挙げますと、今はキノコですが、春は山菜を取りに手前入るときに、必ず簡単なお祈りをして、出たかせてくださいっていうふうに言葉をかけて、無理とか、例えば、ね。だから、これはそうたくさんではないんだけど、宇宙を出かけるときに、うちに向かって行ってくるからねっていうふうな声をかけることですね。それから、私と叱られたことがあって、親しい人とちょっと言い合いになって、腹が立ったので、飛び火ドアをバタンと閉めたの。なんでってバタンと閉めるの、ドア何も悪いことやってないでしょって怒られたんですよね。なんかそういうのに現れるような、対話的な関係で、自然と接するというふうなことを学んだんで、そういうことを程度の差でやってる方はいらっしゃると思うんですね。例えばお湯を流し熱いよ熱いよって流すとか、ね、いろんな形でそういうことが行われているんじゃないかと思う。できる限りそういう対話的なあり方っていうのが多くなるといいなというふうに思っております。では展示館に、松本さんと花崎さんと、武藤さんに一つずつ質問ということで、松本さんは地球座の方に投稿していただいて今回ありがとうございます。花崎さんの情報が全然分からなかったものですから、乗ったことによって今日の集会が分かりました。ありがとうございます。それでですね、地球座の方でもこれ批判されてたんですけど、気候変動を止めるというのはですね、だ止められないだろうって批判読みました。あ、これ松久保さんという方は違う方ですか。ああそうですか。それでですね、このぐらい混乱してるんですよ。そしてこういう形の運動が中心であるのかと思うと、広がりっていうか大衆的な広がりはするでしょうけれども、本当の事実関係を知ろうと思えば、ちょっとこれ誤認があるんじゃないかっていうか、参加できないんじゃないかっていう考え方になる人が多いと思うんですよ。これもフランスからずっと大きくはやってるんでしょうけれども、その辺の知識的なものでちょっと入れないなと思う人がいると僕は思うんですが、それちょっと確認してみてください。そして後日またこれ違う方が書いてあるんであれば、地球座の方で読んでますから、そこでちょっとこれ反論を明確にしてください。あと花崎さんの、岩波書店のですね、あれを読んでとても感銘を受けました。あ、それでですが、民衆運動と、そして今回強行採決もありましたよね、安保法制で。あれだってなんかちゃんと記録も残らないのに強行採決してしまったと、ああいう形でやるっていうのが今までの談合の形と民衆の形をさらにグレードアップしなきゃならないし、花崎さんもせっかくいい仕事を今までしてきたのを、これを受け継いで次の人に渡さなきゃならないと思うんですが、文字を書くっていうのは重要だから、その中で民衆の中で愛の中でもいろいろ勉強していって、次々と文章を書いていってくれる人とか育てていく運動をしなきゃダメだと思うんですよ。それをぜひお願いしたいと。そして民衆運動、そういう形の談合という形じゃないでしょうけれども、もっとインターネットとか今ありますよね。それをちゃんとやって
勉強、そんな難しいものじゃないから、花崎さん自身もどんどん投稿して情報を出していただければもっと分かりやすい。武藤さんの話もとても今日いい話だと思います。でも効率的な話っていうのもまた大衆的には遠い話になってるし、そういう技術的なものについてももっと具体的に分かりやすい情報をどんどん出していただければお願いしたいと思っております。以上です。ではスタッフの人前の方に出てきてください。でその間にあの理事のお名前を呼び上げさせていただきますので、理事の方はその場であの一旦立っていただいてお座りくださいませ。川崎さんは何回になりましたか。何回前行かない。あ、はい、中断されています。はい、それではあの竹本和之さん、それから笹田隆さん、古川道明さん、僕はこちらの前にいます。米本翔平さん、そして、まあ、最初にあの山口幸男が共同代表の挨拶をしました。一番後ろにあの西尾漠共同代表がおります。私はあの西尾漠さんに雇われている共同代表の番といいます。よろしくお願いします。それでは時間がありませんので、あのスタッフの方は名前だけを読み上げさせていただきますので、どんなことをしているのかなというのは、あの後の方の懇親会の方で問い詰めてやってください。長谷川浩一先生いらっしゃいました。いらっしゃいませんね。はい、それではあの右の方から、上沢、あ、右の向かって左側ですね、上沢千尋です。河合雅子、高岡良平、谷村信子、桑原一子です。吉岡香織、それから松久保はじめ、以上のメンバーで、まあ、これから運営していくことになるんですが、加えて私たちの組織は2011年の事故以降ですね、ボランティアの人が10年ほど手伝ってくださっております。お名前は紹介しませんが、もはやそのボランティアの方なくしてですね、情報室は成り立たないという状態になっております。忘れましたけど幹事の方2名を遅れて出せながらすみません、紹介させていただきます。幹事の海戸雄一さんです。それからあの高木久美子さんです。私たちは今あのこのスタッフが実は30代40代50代60代と分散しているんです。そこであの世代交代というのが非常に大きな課題になっております。でこの40年やってきたこと、今日お手元にあの40年誌というのを作って配布させていただいておりますし、また後ろの方では週刊金曜日のご厚意によりあのこの40年原発の運動と情報室の役割みたいなことを簡単にあのまとめるコラムをいただきましたので書かせていただきました。合わせてご承覧いただければと思いますが、その世代交代というのは非常に大きな課題になっていて、そしてこの40年間、まあ、確かな情報を届けてきたという評価もいただきましたし、あるいはあの高木の方はですね、その花崎さんの話にありました人間存在の低みに立つというような民主思想というのに根ざして活動してきたと思います。でそういったことは非常に重要なことで、私たちもそれを自分の身と肉としていかないといけないなというふうに思いますが、他方でやっぱり世代交代ですので、若い人たちの息吹が感じられるような生きた組織を作っていきたいというふうに考えております。これから皆さんのこれからも皆さんのご指導ご鞭撻をよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。